はい、チャーハンマニアユッキーの今回が、今回は始まりましたチャーハンマニアユッキーです。今回はですね、食べるのは俺が大好きな、よく買うんですが、味の素の焦がしニンニクのマー油と、ネギ油が香るザ・チャーハン 600g っていうやつですね。こちら容量が 600g 入ってて、値段が俺が売ってるとこが、いつも買ってるとこが330円で売ってるんですよ。非常に安い。他のとこで買うと500円とかするんですけど、400円とか500円とかかかるんだけど、これね、売ってるとこがいいのか、330円で売ってるという伝説的なね、安さ。ご飯に絡む焦がしニンニクの香ばしさが癖になる味わいの秘訣。というね。焦がしニンニクとマー油と、ネギ油の香ばしさ、噛むほどに広がる、チャーシューの旨味、真似できないコク、これぞ、ザ・チャーハン。ね。これね、安いくせに、すげえうまい。まあ、本来は高いね。本来はっていうか、まあ高いんですけど、普通のスーパーで買うと高いんだけど、俺が行ってるスーパーが安いんですよ。すげえ安い。なんか異常に安いんですよ。ではね、これをね、食べながらですね、ビールを、いただきたいと思います。これ冷凍食品、冷凍チャーハン美味しいです。冷凍チャーハンは、ね、非常に好きなんですが、いや今日も暑いけど昨日よりは暑くないな。昨日なんか部屋33度だったから。死ぬかと思ったな。では乾杯。今レンジでチン中です。少々お待ちください。今日はね、まだそんなに暑くないかな。でも冷凍食品って最近、まあ、餃子とか美味しいっすよね。冷凍餃子とかね。味の素の冷凍餃子が非常に美味しい。というね。昨日は暑すぎてね、ちょっとね、クーラーつけちゃいましたけど。いやー、やっぱラガーうまいな。キリンラガーうまいな。クラシックラガーもうまいけどね。あと、あれね。黒ラベルもうまい。黒ラベルとか。はい。出来上がりました。これね、本当にね、ネギのね、香りがすごいんだ。で、チャーシューも入ってて、で、まあ、ネギも入ってて、このチャーシューも美味しいんですよ。では、いただきまーす。うん。うん。
ネギですね。まず来るのがネギの風味。そして、チャーシューの旨味。あ、うめえ。マジでうめえ、これ。やっぱネギの味がすげえ効いてるね。うん。ネギだね。うん。すっげえ。ネギの、もう、あれだね。ネギチャーハンと言っても過言ではないくらい、ネギの、風味が。しっかりしてるね。コスパも非常にいい、というか値段が。非常に。安いのも魅力。うん、まあ、チャーハンといえば、まあ、思い浮かべるのが、まあ、王将と、餃子の王将とか。ただ、あれは高い。冷凍食品とかであるんだけど、高いんだよね。うん。これの倍ぐらいするわ、値段。うん。ちなみに、アマゾンで、チャーハンでググると、一番ベストセラーなのが、大阪の王将、王将の冷凍炒めチャーハン。これが 230g×10 で、2560円。なので、これの倍以上しますね。グラム的な意味で考えると。うん。これ 1g 0.5 円ぐらい、0.6 円ぐらいかな。これ 1g 0.5、6円ぐらいなんですけど、餃子の王将は 1g 1.1円ぐらいですね。ん？違う。1.2 円ぐらいです。高い。まあでも高いだけうまいんだろうけど、うん、高いですね。手が届かない。グラム1円だと。あ、うめ。
うめえ、マジで。でもさ、餃子の王将ってさ、東京あるっけ？王将って東京にある？あ、一応あるんだよ。俺の家の近くだと、ある。あ、ないですね。あ、ないですね。完全にないですね。うん。うん。ということで、これは5つ星。うまい。最強。値段は安い。値段はだいたい 0.5 円ぐらい。1g 0.5 円ぐらい。これ安い。ね。これ5つ星。ご視聴ありがとうございました。